はい、皆さんこんにちは。今回も新三国無双の無双モデルやっていきます。リョモの後半戦ね、喉が絶賛痛い。繁盛か石庭来るかと思ったんだよ。でね、そろそろぼちぼち投稿鎧をつけときたい。もうそろそろやばなってくる。弓兵が強くなってくるんで、防御力を上げときましょう。さあ、行く。行くんだ。水攻めとはやってくれる。水には構うな。敵の駆逐を最優先とせよ。カンペ倒す、カンペ。しばらくお待ちを。階段は？ちょっと待って。あー、くそ。弓兵倒したかんと後でな、めっちゃ来るんよ。いた！もう当たらん！ A で攻撃すんなって、マジで。もう！邪魔！邪魔やって！よし、カンペ行こう。普通に邪魔すぎて見た。お前の攻撃が当たるのが一番腹立つ。うわー、もう。うわー、マリオになってる。さあ、来い。来る。いやー、来ると思ったっす。早いんよな、こいつの攻撃が。えい、誰か回復。やばい、今のはやばかった。え、回復ない感じ、もしかして。あ、ここにあるやん。なんやねん。よし、カンを倒そう。えい。喉が痛え。カン強いよね、マジで。打つましてなんとかならんの。攻撃範囲広いし動きに無駄がない。来いや、来いや。ああ、もう、トシ。やばい、まずい。強っ。うわ。
もう、うわあ！聞いて軍を整えよ。ガード多い。いやー、これでも早いんか。あいや、何しようもいらんことした。普通にいらんことした。普通に戦えばよかった。ガードしなかった。よし、我が魂はシステナを兄弟と共にあり、さらば。よっしゃ、繁盛終了。繁盛短いけん、まあまあ助かるよね。6ステージ目は誰でっか。医療、あ、そうか、医療があった。忘れとった。職軍は将校に沿って布陣した模様です。いよいよですか。全軍に伝令です。今夜半に出撃、将校を挟んで職と対陣するように。はっ。この戦、五色の私有を決する戦いとなるでしょう。よっしゃ、行くぜ。ああ。ですね、これでどうしたいかというと、どうしよっか。強撃がもういらんよね、正直。体力ゲージにしよっか。行こう。この戦で食との決着をつけるぜ。うわー、強。ビクトンの指示で戦うぞ。うわあ、マジで。うわ、強っ。マジかよ。勝てんねんけど、この連打に。連打に勝てんで、まあまあ重傷じゃない。あれ？ないや。カーンを倒しに行くか。うるせえ。お前に関係ねえだろ。お前に関係ねえだろって。来い拠点。俺が潰してやる。くっそ。いやん、いやん。ちょっと家計は無視するわ、一旦。もうどうでもいい、家計とか。もう、もう腹立つわ。タイミング悪すぎない？毎回毎回。
よし、ファン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 、お前を倒させてくれ。あー、お前マジかよ。ざけんな、ざけんな。もう意味ないやんか。はぁ、きつわ。あー、歯がい、めちゃくちゃ歯がい今の。今のもったいなかったな。あれを効率よく使えたことが一回もないんだ。よし、もう私たちも頑張りましょう。いやー、当たるか今の。ええ、打ち取ったり。どうせ関飛ばの連携。あ、バタイがおるんか。バタイがおったり知らんかった。よし、奇跡的に主人助けれたりするかな。それは無理か。ちょっと時間かけすぎ。マジで、マジで死ぬほど喉が痛い。もうこれなんなんやね。この喉の痛みさ、喉の痛みさ、喋れば喋るほど悪いんだ、悪くなっていくんだ。喋ったら喋ったら痛いし。なんかこれさ、わざとしてないのに六撃目まで勝手にいくんや。よし、またそっち行きよる。お前なんなの、そのそっちに行く癖。早く駆けしてこい。毎回毎回バカの一つ覚えみたいに行ってこい。駆け無理なんかこれじゃ。誰コート。こいつの無双モード強いけど、無双ランド。ああ、もう馬鬱陶しい。お前らマジで馬鬱陶しいわ。どっか行け。お前らも邪魔なの。もうみんな邪魔、みんな邪魔。向いて、これが開くはず。開かんか。あいだ、開いた、開いた。意味やほんのね。あるよ、ね、先に拠点潰しましょう。やばいぜ、弓兵がいっぱいいるよ。
会社。うわーめっちゃおる。やばい、鬼越トマホークが俺をストーカーしている。鬼越トマホークが3人も。お前こそワンプ不幸の豪傑よ。よっしゃ、オッケー、行こう。来いや。ショカトゥリオ、ショカトゥリオが近くにいるやろ、ショカトゥリオが。新手が来ましたか。劉備は一旦無視して、あー近い。うわ、なんかめっちゃおる。弓兵がどっかにおる、弓兵がどっかにおるぞ。うわめっちゃおる、めっちゃおる、めっちゃおる。痛いって、もう一回当たったらずっと当たるけど、当てんなや。はい、うわやば、ストーカー、ストーカー、ストーカー。一旦拠点、お前が全ての元凶。よし、回復は？しゃ、行こうぜ。あ、攻撃ある、攻撃ある。これ拾って消化する。よし、よっしゃ、劉備行こう。あー、ミスター、うわー、マジで撃ってしまった、撃ってしまった。癖でやっちゃった。あー近い近い近い、トマホーク。もう撃つなよお前ら。うわやばい、今の跳ね飛ばされとったら回復されとったな。よっしゃ、見事勝利。さあ次ラストステージ 100% 合皮神社やろ。無双ゲージ37。これいいな。非常攻撃、あ、攻撃範囲13か。うわ、これどっち？攻撃力と攻撃範囲。こっちにする？攻撃範囲なんか広ければ広い方がいいもんね。さあ、ラストステージ行きましょう。合皮神城、来た。
ちょっと鼻かむわ。軍師さんよ、作戦は決まったかい？やめましょう。ここまで来れば小細工は無用。五の力を信じるのみです。勝つにせよ負けるにせよ、これが最後だ。さあ、ということで、まあその通りです。勝つにせよ負けるにせよ、これが最後です。やばいっす、俺の喉がもう限界を迎えてきよる。早く治らんかな、しんどい。咳出そうになったら嫌やけんさ、あんまり喋れんのね。あ、やばい、死ぬ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 。え、ちょ待って、なんか強くない？どうせ、いや、あーもううざ、なんなんもう。新兵隊長どっかにおれろ、新兵隊長。やばい、普通にまた雑魚的に殺される。待てって。ちょっと待ってくれ。きつい。きつすぎる。どうしよう。もう。なんでなん。雑魚的な攻撃力強すぎないの、大体。はぁ、もう腹立つわ。ムカつく。ムカつく。狙うは敵本陣よ。もう時間もったいな。両毛使いにくいわ。隙が多い。めちゃくちゃ割り込まれるし。範囲広いんやけどな。もういきなりやん。回復せんとやばいって。もう。なんで出んのぞ。やばい。よし。危なすぎる。強すぎる、マジで。攻撃力やばい。レベルが違うな。これ逆によう芝居クリアしたわ。あ、まあレベルがちょっと低いんか。6ステージ目やけん。7ステージ目じゃないもん。さあ、あいつらをどうするかやな。この周りのさ、この割り込んでくるのがめっちゃ腹立つよね。ここぞとばかりに来るやん、なんか。来いや、来い。
あーもったいない。もう本当に使えんこれ。なんか死にたいちおるやろどっかに。3撃目やな。これがいかんな。3撃目が強す、A で攻撃するけんさ。あの時に割り込まれるんや。やばい。やばいっす。ピンチでーす。あーこれで帰っていくけんな、あいつ。あいつこれで帰っていくけん性格悪いんよ。こっちこっちこっち。おい近いぞ近いぞ、お前ら。来た。挟み撃ちか。よしよし、やっといける、やっといけるぞ、やっといけそう。突破します。戦力を全面の敵に集中せよ。よっしゃ、行くか。あれ、お馬さんは？だ。ちょっと咳がひどいんで、どうしようか。右から行こうか。どっちでもいいよね、これ正直。どっちから行ってもそう変わらん。あー、マジもったいないわ。まさか死ぬと思わんかった。敵さんも全力で来てるぜ。負けんじゃねえぞ。お前じゃ。もう後ろから邪魔なんよ。耳はおるし。足らんけんね、ほんと。まあまあ近くにおるの。やばすぎるやろ。めっちゃ。ごめん、席うるさいよね、マジでこれ。我慢できんのよ。今のタイミングバッチリやね。あーやばい、もうやばい、やばすぎるって。もうこれよ。
こで割り込むね、君は。よし行くか。片方あるやん、ラッキー。もらっていきます。さあ来い、そうそうラストです。よっしゃ、来いや。弓兵がここら辺におるはずなんやけど。おっと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 。いけるか、そうそういけるか、もういけるな、これよ。来い、今の俺は防御力2倍や、お前を倒すの十分や。嫌だ嫌だ、やばい、ちょっと丸ボタンが効かなってきたぞ。もうやばいな。あー、これきついか、いけるか。やば、こいつ神経隊長や、ちゃっかり。よし、もうあー回復しとるし、もう違う。マジで、おー、ナイスアシスト。いやー、今のアシストないしないわ。よし、うわー、長かった、マジ長かった。よっしゃ、両門終わり。ちょっと長かったけど、ガッピ信条で2回死ぬっていうね、ありがちなやつやね。
さあエンディング見て終わろう。長かったっす。よも長い。なんかもともとなんかそんなに賢くなかったみたい。なんか普通に一般人的なポジションにおって、でなんか誰に言われたのか誰に言われたのか知らんけど、なんかお前勉強もせえボケって言われて、で勉強しよったら勉強が楽しくなって気づいたらめちゃめちゃ賢くなったらしい。でリョモンはどっちかといえば、まあ戦いもできるけど知略もたけとるっていう結構バランスプレイヤーだったらしいけど、あの本当のリョモンね、史実に基づいた両方がそんな感じなんやラストですね。あ、でも両方まあ使いやすかったよ。全然使いやすい部類には入るけど、まあちょっと隙が多いし、あの劇の A で攻撃する意味がわからん。もったいない。やっぱちょっと違うな。うまそうよね、あの肉まん。かんねえ、どのエンディングでも飲まされるかわいそう。なるほどね、馬にありがとうと、今まで。読もうがね、なんか誰かに似とんよ。めちゃくちゃ似とって誰かわからんのよね。でもめっちゃ似とんよ、なんか俺の中で誰やったっけ、思い出せんのよね。思い出せそうで思い出せんのよね。なんか芸人でね誰かおった気がする、こんな感じの人が。さあということでですねリョモンの無双モード終了ということで、今回はここで終わります。次回、お父さんの方の孫権やっていきますので、よろしくお願いします。じゃあ、お疲れ様でした。